どうもチョコ先生です。本日は最強の汚い子最強の声優の、下野ひろさん、綺麗にかけるまで雑談してまいります。お願いします。以前ですね、最強の声優シリーズ、まあ、第1弾として花江夏樹さんの動画を出したんですけども、その時に鬼滅ラジオの話をしたんですね。それで結構下野さん好きになったので、まあ、なんかちょっと今日はその話をね多めにしたいなとか思います。はい、とか言ってる間に一文字できました。10秒で解説します。小学校1年生で習う字なんで簡単です。点の位置ですね。まあ別にくっついてもいいんですけど、向きを気をつけて書いてあげるとバランス取れると思います。今日3文字しかないんですぐ終わっちゃうかなって思うんですけど、下野さんのねヒロっていう字がめちゃくちゃ難しいので、そこで時間かかるかなと思います。鬼滅で私は下野さんをしっかり認識するようになったんですが、私ほぼアニメ見ないんですけど、ハマったアニメの中で下野さんの印象が強いのはやっぱりコニーですね。進撃の巨人のコニー・スプリンガーです。善逸の声を聞いた瞬間に、ああこれはコニーだと思ってすごい衝撃を受けたのを覚えてるんですけど、その善逸のポジションってギャグシーンの度合いを結構決めるキャラクターじゃないですか。ナタグモ山の怖いところでも、あ、善逸出てきたから今は笑えるシーンなんだなみたいな役どころなので、すごい下野さんの声自体にめっちゃ安心感は湧きますよね。で、前回ね鬼滅ラジオでめちゃくちゃハマったっていう話したんですけども、何が面白いってね、炭治郎と善逸の役割が逆なんですよ。作品の中では炭治郎の方がしっかりしてて、善逸の方がビビリだからみんなの足引っ張るみたいな場面が多いんですけど、鬼滅ラジオだと花江さんの方がテンション高いんですよね。下野さんはノリがいい方なので全然人のテンションに合わせるんですけど、時折みんながヒートアップしたり花江さんが暴走したりするとちょっとブレーキかける役なのが下野さんなんですね。だからやってるキャラの役割とあれが逆転してるのがめちゃくちゃ面白くてツボなので、個人的には大好きですね。下野さんののです。画数多いんですけど、ポイント押さえると簡単です。里という字は右に比べると小さいです。下に隙間を開けてもらって、最後だけ少しこう上目に払う、田んぼの田っていうところは斜めにしてあげるとかっこいいですよ。はい、下野さんののおしまいです。で、そのね鬼滅ラジオの個人的にね好きなところは、一番最後にひそひそ声で喋るコーナーがあるんですけど、鬼がつくことわざを、まあ、一つ紹介するんですね。で、それに関するエピソードをトークし合って終わり、エンディングっていう感じなんですけど、最後の締めの一言が、花江さんの、今日も一つ鬼について詳しくなりましたね、みたいな、全然鬼に関係ない話してても、そのフレーズで締めてくるんで、で、それで、毎回、下野さんがひそひそ声なのにゲラゲラ笑ってるっていうシーンがあるんですね。そこがマジでおもろくって、もう仲いいなというか、なんて言うんだろう、平和なんですよね。もうずっとこのやりとり聞いてたいなっていう平和さがね、めちゃくちゃ和むんで、本当に面白いです。ヒロっていう字、本当に難しいな。糸編は全然いいんですけど、払いのバランスがむずい。ちょっとこれは NG テイク重ねそうですね。で、最近嬉しかったのが、下野さんのね、鬼滅以外のところで聞く機会がよくあって、ナレーションとかでも、割と善逸の声に近い感じでナレーションしてたり、なんかそういうところでちょっと露出があるのいいなって思ったり、UR の CM がね、車のラジオを聞いてたら流れてきたんですよ。ちょっと RPG っぽい感じの設定で、セリフ調の一人寸劇してるのが下野さんの声なんですけど、ちょっと鬼滅意識してるだろこれっていうような、言い回しとか、このラジオで下野さんのこの声を聞いて、うわ、これ、善逸の声の人じゃんって、日本全国でなってるんだろうなって、っていうのを想像するのがめちゃくちゃ楽しいですね。バリエーションも結構あって、うわ今日は違うパターンだとか思ったりして、すごいそのラジオにね遭遇するのが楽しみだったりするんですけど、はい、とかなんとか言ったらできました。解説します。糸編なんですが、こっち長めになるように書けるといいです。で、ここは上の方が長くなるように、1画目をかなり下からスタートしてください。
シモンのヒロ、今日3文字だったんですぐ終わっちゃいましたが、あの鬼滅の話がね結構できたので良かったなと思います。シモノさんのことを好きな人たちのなんか通称がシモガールっていうみたいなことを鬼滅ラジオで言ってたんですけど、あれは本当なのか知りませんが、シモガールの方がもしこの動画を見つけてくださったら、いやシモノさんの魅力こんなんじゃ足りねえよって多分言ってらっしゃると思うんで、なんかコメントとかで教えてくださると楽しく読みますのでよろしくお願いします。リクエスト感想などお待ちしております。はい、それでは本日の動画は以上になります。ありがとうございました。